こんにちは、アカデミアの富代です。前回からサロンスタイルの定番と言われる人気のヘアスタイルをカットし紹介しています。今回はサロンポピュラーベーシック2として、やはり人気の高いショートボブをカットします。前回いろいろな技術がミックスされてサロンスタイルができていることはお話しいたしました。今回グラデーションにボブがオーバーラップされたショートボブのカットの仕方をご紹介します。数十年前に僕自身はダブルコンセプトヘアとネーミングし、ダブルカット、ダブルカラー、ダブルパーマとしてプロモーションビデオとともに美容業界で全国にショーやセミナーとして発表していきました。ダブルカットはバックがレイヤーカットし、フロントが前下がりのボブなど違ったテイストの技術をミックスすることで新しいデザインを作ることがこれからの主流といったことで発信してきました。ダブルパーマは質感の違うパーマをミックスしてニュースタイルとして発表しています。ダブルカラーは違った色をでヘアカラーをウィービングに入れ楽しむ、もしくは分け目を変えると違う色のウィービングが楽しめるといったスタイルをデモンストレーションしていました。今やそれらのスタイルが主流になっています。ですから今回はダブルカットのボブをカットしたいと思います。早速ご覧ください。今回のボブはグラデーションにボブスタイルをオーバーラップさせてレイヤーやそぎの技術をミックスして作ります。オーバーラップさせることで柔らかさや動きを出すことができます。では早速カットしていきます。今回は前回カットしたウィッグを使って切っていきたいと思います。ウィッグを無駄なく使うためにも、練習としてベリーショートまでカットするのが無駄なく良いと思います。以前の動画でカットの基本を見ていただき、その仕組みを理解していただくと非常にわかりやすいと思います。まずはブロッキングですが、前頭部と後頭部を分け、耳の付け根の中心に分け取ります。そこから耳の上3センチ上からバック中心の一番出ているところのちょっと下ボンのくぼあたりに向かって分け取ります。これが第1ブロックになります。後で図解でもブロッキングやカット展開図でも説明しておりますので、合わせてご覧ください。そしてカットの基本、前下がりのボブでもやりましたが、センターに分け斜めスライスで毛束を取ります。はじめに横から見て顔とのバランスを確認後、グラデーションの角度で切ります。一番元になるガイドになりますので、イメージした長さよりも少し長めにカットしてバランスを見て正確な長さでカットします。次のパネルは三つ襟に向かって分け取り、毛束の角度はオンベースです。次は三つ襟を過ぎて斜めスライスに毛束を取り、ガイドを見ながらオンベースフロントサイドに寄せるような気持ちでカットします。次のパネルも斜めスライスでオンベースでカットすることで、襟足のヘムラインと同じようなカットラインになっていきます。最後のパネルも同じようにカットします。反対側も同じようにカットしていきます。このようにオンベースかどうか確認してカットしていきます。カットできたら左右対称かどうか確認後、ネープの部分にそぎを入れます。
根元3分の1から毛先に向かってそぎを入れます。襟足の表情付けとして毛先を半ひねりして削ぎを加えます。襟足はスタイルの見せ場でもありますので、表情付けは大切になります。両サイドの削ぎが終わりましたら、ネープのヘムラインに沿って逆刃のスライスに取り、削ぎを2パネルぐらい入れます。こうすることで、後ろから見たときにこのように丸いシルエットが出せ、ネープに締まりが出ます。ネープはこのようにスライスラインを取り、フロント寄りに引くようなイメージです。そうしたらフロントサイドをカットします。これは最終的なガイドになるわけではありません。内側に自然なもみあげを作り、空間を作り出すことが目的です。そぎも耳の上は薄いので少しで良いのですが、もみあげ部分は髪が密集しているのでバランスを見てそぎを入れます。次に反対側も同じようにカットします。左右対称かどうか確認後、次のブロックを取ります。ここで新たなガイドを作ります。横からよく見てどのぐらいの長さが良いかを確認後カットします。カットに慣れたらこのブロックのガイドを作る必要はありません。初めのうちは作ってからグラデーションをつけた方が無難でしょう。バックセクションの新たなガイドを作るにあたって、サイドからバランスを見て長さを決めます。まずバックセンターから少し浮かせてチョップカットします。下とは関係なく新しいガイドを作っていきます。フロントサイドは耳の上のところに毛束を引き、前下がりにカットします。長さは顔に似合うと思うところの長さを選定します。できたら同じように反対側もカットします。左右対称かどうか確認します。少し左が長いようですので、もう一度カットして長さを合わせます。これで新たなガイドができました。次のブロッキングはこのようにラグビーボールのように分けております。
バックセンターで毛束を取り、45度ぐらいに引き上げ、グラデーションの角度でカットします。ボブのニュアンスを出すためにこの角度を選んでいます。このようにバックは頭の丸みに沿って下をガイドにカットしていきます。フロントサイドも同じように下のガイドを元にカットしていきます。最後のパネルの左右の引き出し角度を顔に対してどの角度かを覚えておき、反対側も同じ角度で終わるようにして左右対称になるように気をつけます。反対側も同じようにフロントに向かってカットしていきます。カメラの都合上変な持ち方になっていますが、左右同じ位置で終わることが大切です。トップ部分はバックセンターに引き、下をガイドにカットしていきます。角度はやや上げ気味にしてカットします。フロントサイドはセンターで分け、床に平行より少し下ぐらいに引き出しカットします。次にトップ部分を顔正面に引き、トップ部分は目尻の上がった部分の毛束を顎上ぐらいの長さにカットします。そしたらセンターから分け、ナチュラルシェイプして前髪の長さが良いかどうか見てみます。もう少し切った方がちょうど良くなりそうなので、もう一度チェックカットします。全体にシェイプしてみて、サイドとフロントの長さのバランスを見てみます。前髪と横の毛束をつなぎます。反対サイドも同じようにつなぎます。次にそぎですが、トップ部分を残し分け取り、バックセンターから襟足のガイドとつなげるような位置からそぎを毛先に向かって入れていきます。フロントサイドに向かって、そぎばさみの刃先を毛束の根元に向けて、毛束の毛先に向かって入れていきます。フロントサイドは特に注意しながらそぎを入れます。反対側も同様に入れていきます。
トップセクションは元のブロッキングのように分け取り、バックセンターは空間を作りたいのでセニングレイヤーではなく毛束の角度を上げて穴を開けたようにセニングウィービングで入れていきます。当然反対側も同じようにセニングウィービングしていきます。次にトップセクションはセンターで分け、バックセクションから毛束をさらに引き上げ、中間から毛先に向かってセニングします。サイドセクションからフロントに向かってそぎを入れていきます。顔の正面まで回り込み、そぎを入れます。反対側も同様にそぎを入れていきます。はい、これでそぎの終了になります。簡単に乾かし、足りないところにそぎをプラスします。はい、簡単に乾かしました。すでにいい感じにそぎができていますので、これでもいい感じです。足りないところをよく見てそぎをプラスします。このもみ上げ部分をチェックします。多いようですので少しプラスしましょう。バックの部分もチェックします。足りないところがありましたらプラスしていきます。トップ正面部分にそぎをプラスしていきます。毛束の角度を上に持ち上げ、そぎを入れます。はい、そぎの終了です。細かい紙をよく取り除き、ストレートアイロンで仕上げてみましょう。バックセンターから分け取り、毛束はあまり引き上げずにハーフカールをつけます。次にその上の部分は少し角度を上げてアイロンをかけ、トップ部分は根元の立ち上がりを意識して上に引き上げアイロンをかけます。フロントサイドも内側の毛束は角度を上げずにハンカールつけます。トップは根元の立ち上がりを意識して角度を上げてかけます。前髪や毛流れを意識してカールをつけていきます。トップ部分、足りないところをふわふわになるように毛束を薄めに取り、
アイロンをかけます。手ぐしで全体の流れや立体感を見てみます。出来上がったら軽くワックスをつけて仕上げます。手ぐしで流れを作り、少し立体的に整えます。出来上がりです。では続いて図解で説明します。まずブロッキングはこのような状態に取ります。襟足が第一ブロッキングになります。次のブロックが次の新たなガイドを作るブロックになります。横から見たブロッキングです。トップのブロッキングはラグビーボールのように取ります。ネープの部分はバックセンターからこの図のような角度で引き出し、グラデーションの角度でカットします。毛束はオンベースでカットし回り込みます。そぎを入れた後、フロントサイドももみ上げ部分をカットして左右対称かどうか確認後、そぎを入れますが、もみ上げ部分に髪が密集しているのでバランスを見ながらそいでいきましょう。反対側も同じようにカットします。その後そぎを入れていきます。毛束の3分の1から毛先までそぎを入れます。第2ブロッキング部分は下とは関係なく新たなガイドを作ります。このブルーで表示された新たなガイドは毛先が薄くなるように少し毛束の角度を上げてカットします。第3ブロックは下のガイドを見て斜めスライスで毛束を取り、グラデーションの角度に引き出しカットします。この黄色の部分です。ボブのニュアンスを少なくしたい場合は毛束の角度を引き上げてカットすることでニュアンスを変えることができます。この時トップ部分はラグビーボールのようにブロッキングを取ります。横から見たところです。フロントサイドです。グラデーションを多くつけたければエレベーションカットして少しずつ角度を上げて切っていきます。次にトップ部分です。トップ部分はバックセンターに引き、下のガイドに合わせてカットします。次に前方向に引き、頭を四角くイメージした場合のトップ部分です。顎より少し上ぐらいの長さにカットします。サイドと前髪をつなぎ、センターで分け、バックセンターから放射状にフロントサイドへと縦スライスでレイヤーをつけて、トップの髪に動きをつけます。トップ正面へと回り込み、同じようにカットします。あとは同じようにブロッキングしてそぎを入れていき終了になります。はい、以上になります。ショートボブダブルカットの図解説明になります。今やツーウェイやダブルコンセプトが当たり前のサロンスタイルになりました。次回はこのウィッグを使ってショートヘアをカットします。こちらも人気のスタイルになります。概要欄に過去動画も記載してありますので、よかったらご覧ください。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございます。さようなら。